世界に5種しかないマウントアタック。倒せ倒せやれ、いけプルトンナイス。はい、どうも皆さんこんにちは、千代田光輝です。名前とかも覚えて帰ってください。ということで今回はですね、アラバストの古代兵器プルトンこと、ペルをですね、使っていきたいなと思います。はい、まあちょっと前にも使わせていただいたんだけども、まあ今回もちょっとねやっていこうかなと。赤キャラ増えてきたんでね。はい、でまあいつもの、最強アタッカーメダルですね、これつけてやってきました。特になんかメダルを変えたわけではありません。で控えにやっぱ今が旬のハンコックをね、使ってきました。で今回も3戦分取ってきてですね、2試合目まではハンコックまだその指揮がいない世界戦なんで80レベルなんですけど、3試合目だけね指揮がいます。はい、で特に2試合目はもうここ最近で、ね、一番熱い試合やったんで、ぜひね、3戦目とかいいです。もう2戦目まで見ていただければいいかなと思います。はい。めちゃくちゃ熱いです。で、キャラタイプは、まあ、こんな感じですね。まあ、ひだめ特化して、まあ、ね、長生きさせてあげましょうよという編成でございます。それでは、第1戦目から見ていってください。どうぞ。さあ、ということで、やっていきましょうか。いきましょう。この、本当にね、プルトンのね、強さをお見せしたいと思います。いきましょう。まあ、動かしたらいいですよ。スター大学、上がるか。まあ、タイマンならワンチャン。ワンチャンですけどね。どうしましょうかね。来るんや。あ、来るんやったら、やろうぜ。あー、黒ひげが嫌やな。ここ。飛び詰め！一回落としてね、これで。うん、そうか、よろけ向こうないもんね。やられちゃうよね、それは。ワン、ツー、オッケー。あ、危ない。流星火山やろ？ぼちぼち。やばい。待って。世界に5種しか存在しない。あ、どこだ？オッケー。撃ち落とせ。もうノールックでもやるしかない。やるしかない。やるしかないやん、俺たちは。いけ！プルトン！ナイス。よいしょ、お茶の子、サイサイですね。見なくても、勝てちゃう。当たるぜ。甘いぜ、それは。この壁はね、意外と貫通するんでね。貫通するっつーか。するっつーか。さあ、行こうぜ、行こうぜ！終わらせようぜ、この試合を。勝ちに来たんだ。大丈夫、俺がいる。いやっ！よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ強いなぁ、マジやばい。はい、最強と。やばくないですか、普通に。切る太郎。さあ、ということでやっていきましょうか。プルトンの力をお見せしたいと思います。いきましょう。どうしようかな、これ。みんなに合わせる。こっち行きましょうか。僕、ここ取りますわ。この国をお守りするため。さあ、どうする？オロビね。疑惑のオロビ。やばい。オッケーオッケーオッケー。あぶね。怖いな。うわ、マジか。オッケー。いや、いや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 。やれ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 、あれあれあれあらららら、マジか。あー、厳しいよー。あ、怖。ありがとう、ほんまに、ほんまにありがとうね。さあ、ちょっと軽くわかったんで、これ大事に扱っていきたいですね。いいとこ取りしろうかな、ここナイスー。当たったけど、オッケーオッケー、耐えてね。危ない、ひそひそひそ。やばい。きつそう。おお、怖っ。行こうか。行け！マウントアタック！世界に5種しかないマウントアタック。倒せ！倒せ！やれ！押そうぜ！あー、やばいやばい！それやばい。大丈夫大丈夫。なかなか当たったと思うんやけどね。カメラカメラ、ここよいしょー、ナイス、いいね、ナイス KO。 やばいよ、最高か。うわ、
待って待って。いけ、大丈夫、俺ならいける。オッケーオッケー。うわ、カフィー間に合えへんな、さすがにな。まあ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 、しかない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 。さあ、どうするこっから。勝ち筋としては、ビスタが動かないことには、俺が死ぬことなのか、もしかしたらこれ。すごいな。オッケー、返すかった。あれ、タイミングずれたか。しゃあないな。ジャスル入って、これしかない。やばいやばい。マジやマジやマジやばい。やってなるほど、味方の皆さんにかけるしかない。行け。大丈夫、俺がいる。さすが、ナイス、マグロ、アロー、最高。最高、マジで。パーフェクトゲーム。気持ち良すぎるぜ。さあ、ということで、第3戦目やっていきましょうか。ここから先はですね、四季のいる世界戦なんで、ハンコックもね、85になってるんですよ。強化されております。行きましょう。さあ、これね、カウンターも3人いるんで、むやみに僕が特攻できないんですよね。銃乱射が。なんで、お手軽な、いや、やばいな。あんま攻めたらあかんない。やられそうやな。ワン、ツー。ワン、ツー。ここでしょ？ワン、ツー。ですよね。これでいい。発動したらもうこれでおしまいよ。はっきり言って、はっきり言って。マジ。これでおしまい、これでおしまい。どこ行った？いけるよ。あれ？生きてる？落ちちゃった！マジでごめん！うーわ！これはでも、まあ仕方がないですよね。落ちやすいんですもんね。カウンター使うよ。ここ。飛び詰め！オッケー！ナイス！もう自分のケツは自分で吹くと。いいですね。さあ、ここからブーストなんで、もうちょっとここで、旗貯めときましょうか。あんま攻めたくもないですよね。ねえ、案の定ですよね。もう僕しか残ってないでしょ？もう。やめよう、本当に。通常の前で勝っていく。オッケー、いいよ、四季。ナイス、ザンバー。カウンター使いそう。溜まってないか、まだ。オッケー。ここ飛び詰め！ナイス、いいね。危ない、ギリギリマジで。次は見せらないよ。行こう行こう。これが、プルトンの力だ。俺が、足止めするわ。来んな！通常強い。冗談でしょ。あの。マジか。飛び詰め。よいしょ。オッケー、大ダメージ。やべ、ここ落とさないと。じゃあ、これでいい。やばい。僕まで全然してるから。ここでいい。いけ、よし。うまっ！今のはめちゃくちゃうまい、はっきり言って。マジで。僕はおでんを聞いて。やめて。オッケー、ナイス。いいね。おでん、終わりだぜ。あー！まあ、それはいい。こっち来る。オッケー、ナイス、いいとこ取りはありますが、オッケー、守るよ。角ついてる、画面が。やばい。怖い。攻めようぜ、じゃあ。やばいわ。あ、ちょ、待って。そんな、あれ？そんな火力高いの？え、四季はどこ行ったの？え、四季さん？え、嘘でしょ？これワンチャン負けるよ。え、四季さん？マジか。はい、ということで、プロドの動画参戦もいかがだったでしょうか。まあ、本当にあの火力だけは一丁前の鳥。まあ、強かったんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、ちょっとこの環境、強い、この環境に適してるかって言われたら適してないです。本当に。厳しい部分も多々ありました。はい。ただ、ハンコックは違いますね。強かったですね。まあ、今回、動画はもうペルバエだったんで、全然ハンコックの活躍ってもうちょろっとしかなかったと思うんですけど、この動画外でもすごくね、活躍してくれてるんですよ。で、ボツ枠がね、
あの皆さんに共有したい枠が1個ありまして、まあ、それはちょっと本日の一生枠で、あの韓国編でやろうかなと思ってるんで、それもね、ちょっと楽しみにしていてほしいですね。はい。めちゃくちゃ強いです、彼女は。というところで、まあ今回はね、まあここら辺でね、終わっていこうと思うんですけれども、韓国多分僕とっくに回してね、あの100に近づけていくと思います。もうそれぐらい、まあ強くて可愛くて、好きです。大好きです。大好き。ということで今回ね、ここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。